女性アイドルといえば見た目やステージでのパフォーマンスが注目されがちですが、中には驚くほど高い歌唱力を備えた人も多いですよね。そこで今回は、歌唱力最強の現役女性アイドルは誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位桃田かな子、2位小田さくら、1位、すべてのランキング結果を見たい方はこちら。3位は、桃田かな子。2008年に結成されたアイドルグループ、桃色クローバー、兼、桃色クローバー Z のメンバーとして2010年にシングル、行くぜ。怪盗少女で CD デビューした、桃田かな子。2012年に NHK 紅白歌合戦 NHK に初出場を果たし、2014年には女性グループとして初めて国立競技場での単独ライブを成功させるなど活躍。ソロでも活動しており、2021年には埼玉スーパーアリーナでソロコンサート、ソークウィズミーシンデレラタイムを開催しています。2位は、小田さくら。2012年にアイドルグループ、モーニング娘。兼、モーニング娘。23の第11期生オーディションで唯一の合格者となり、翌2013年にシングル、Help Me で CD デビューした、小田さくら。加入当時からプロデューサーを務めるツンク男性のマークに歌唱力を高く評価され、デビューシングルで早くもソロパートを担当。ハロープロジェクトでも屈指の歌姫として知られており、2020年には人気アニメの主題歌、フレンカを YouTube でカバーして大きな話題となりました。1位は、ダンバラルル。多数のアイドルを輩出しているアクターズスクール広島を経てハロープロジェクトの研修生となり、2017年にアイドルグループ、ジュースイコールジュースへ追加メンバーとして加入した、ダンバラルル。翌2018年に CD デビューを果たすと、2021年には同グループのサブリーダーに就任。歌のうまさに定評があり、2020年に出演したザ・カラオケ・バトル・テレビ東京系ではアイコのカブトムシを熱唱。アイドル離れした歌唱力が注目され、ツイッター兼 X でトレンド入りしました。ハロープロジェクト屈指の歌姫として知られるダンバラルルと小田さくらが1位を争った今回のランキング。気になる4位から46位のランキング結果もぜひご覧ください。バル、あなたが歌唱力最強だと思う現役女性アイドルは何位にランクインしていましたか？写真、タレントデータバンク、小田さくら、モーニング娘。23、1999年3月12日生まれ、女性、A 型、神奈川県出身、ダンバラル、ジュースイコールジュース、2001年5月7日生まれ、女性、A 型、広島県出身。調査方法、風ランキング編集部にてテーマと設問を設定し、風ランキングが提供する投票サービスにてアンケートを行いその結果を集計したものです。投票合計数、706票。調査期間、2023年10月9日から2023年10月23日。